皆さんこんにちは。人生100年時代元祖ポートフォリオワーカーのマダムホーです。今世界中の私たちはコロナウイルス、武漢肺炎のパンデミックによって不自由な思いを強いられています。日本の皆さん方は外出自粛、海外ですと外出禁止令ということで、もう法律ですので、うろうろと不要不急のことをしていると、例えばパチンコ店とかに行っていると、カリフォルニアやニューヨークでは最高1000ドル、まあ、1ドル100円換算で約10万円強の罰金をもらうほどの状態になっています。あ、皆さんありがとうございます。竹藤さんって読むのかな、斉藤さん、それから高瀬さん、岡田さん、ライブで聞いてくださってありがとうございます。あ、ダイアナ・ウーさんも参加してくださってありがとうございます。で、やはりこうやってずっと家の中にこもっていると、まあ、気持ちがちょっともやもやしたり、こう折れそうになったり、まあ、マイナス思考になることもあると思うんですね。今日は皆さんに、プラス思考になる、できるだけポジティブに、過ごしていただくためのお話をシリーズでやりたいと思います。あ、いいねマークありがとうございます。で、いつも思うんですけれども、ハートマークまでありがとうございます。いつもね、言うように、物事にはすべてプラスとマイナスの要素があるんですね。これが 100% 良いとか、100% 悪いっていうことがないんですよ。すべてちょうどお金のコインの裏と表っていう感じで、もう紙一重なんです。ですから、どちらに目を向けるか、どちらに心を集中するかによって、あなたの人生が大きく変わります。言い換えれば、今あなたがあなたの明日、あなたの未来を作っていると思ってください。そういうことで、今日は、まあ、このポジティブになるシリーズということで2つお話をしたいと思います。まず最初は、ちょっといいお話ということなんですけれども、今私たちがこうやって不自由な思いをしているとかなんですが、これは昔の人々の苦労とは比較にならないぐらいいいことだということをお話ししたいと思います。もっとはっきり言うと、今の私たちっていうのは昔の人々の憧れだったんですね。それでちょっと手前味噌で申し訳ないんですが、これずいぶん前に出した私の本なんです。ミリオネアの信用力ということで、まあ、この時からもう複数の収入を持ちましょう、複数の人脈持ちましょうなんて言ってたんですけど、これの後書きのところで引用させていただいた詩があります。で、これは私が勝手に意訳をしたんですけれども、で、作者が不明なんですね。で、ちょっと聞いていただけますか。まあ、いっぱいありがとうございます。で、これはアメリカの、三大テレビネットワークなどでも活躍しているこの方、日本人とアメリカ人のハーフのニュースキャスターの方なんですね。で、彼女の場合はやっぱり女性で、その日本人の血も入っているということで、よく人種差別、ダブルの人種差別ですよね。女性であるという差別と、あとやはりこの日本人の血が入っているっていう、白人至上主義の人々から見るとダブルハンデだったんですが、で、彼女もね、落ち込むんですよ。やっぱり女性だからといってこのニュース番組を外されたりして、で、その都度へこんだ彼女を奮い立たせてくれた詩が、こちらになります。私が意訳させていただきました。読みますね。で、オリジナルの作者は分かりません。あなたの存在は多くの人々の最大の夢であり希望です。あなたの祖先たちは自分のためではなく、子供たちや孫たちのために多くの困難を乗り越えてきました。戦火を生き抜き、奴隷制度を生き抜き、不当な扱いの中を生き抜いてきました。あなたの祖先たちはあなたに夢と希望を託して死んでいったのです。今の時代に生きているあなたは彼らの憧れなのです。だから彼らを失望させてはいけません。あなたが頑張れば彼らは思いっきりあなたを応援してくれます。そうです。あなたの後ろにはものすごい数のたくさんのサポーターがついているのです。なぜって、あなたは彼らの最大の夢であり希望だからです。どうですか？まあ、これを、
なんで今読んだかっていうと、やっぱりこう昔の特に戦争時代ですよね。ちょうどね、数時間前に父からなんか NHK のヒストリアとかいうので、特攻隊で死んでいった当時慶応大学の学生さんの、ストーリーを、父と見たんですね。で、私ももう随分前ですけど、鹿児島県の知覧の博物館に行って、その特攻隊員の人たちのああいう文書とか見たんですけれども、例えばこの戦争で亡くなった特攻隊員の方とか、ひめゆりの人々、ああいう人々は死ぬ時にやっぱりこんな日本、こんな戦争は嫌だと思いながら死んだわけですよね。もっとこう世界を見たかった、平和な日本を見たかった、豊かな日本を見たかったと思いながら死んでいったわけですよ。ですから彼ら彼女らの思い描いたこの世界でも一等国になった G7 の国になった日本の、世界中から日本人ってやっぱり好かれるんですね。どこかの国の国民と正反対で、どこに行ってもお金があっても嫌われる国民もあれば、私たち日本人っていうのは本当にどこに行っても好かれるんです。それは私も別の黄色いダイヤモンド社から出させていただいた黄色い本に書いたんですけれども、私も16歳でアメリカに来てから、どこに行っても、ヨーロッパも行きました、東南アジア駐在もしましたけど、どこに行っても私は日本人だっていうことでものすごくよくしてもらったんですね。もう16歳の学生の時から、大学生、大学院生の時から、その介護離職になった上司だけは 私をクビにしましたけれども、それでも今振り返ると、あの時クビにしてくれてよかったな、だから今の私があるみたいに思うんですけどね。そんな感じで本当に日本人としてよかった。で、これは私がやったことじゃないんですよ。私の以前に外国に出てきた、この私と全く知らない、血もつながっていない、そういう先人たち、前に海外にいた日本人、もしくは日本にいて外国に一歩も出たことがなくても、たまたまその時日本にやってきた外国人に親切にしてあげたから、彼らも日本のことをすごくいいように思っている、そういうことなんですね。ですから今日書きましたけど、実は今ロサンゼルス時間夕方で、朝メールを開けたら、今までね、准教授とか助教授のオファーはいっぱい来るんですけれども、今回いよいよ教授職が来たんですね。だけれど私は今更組織、大学組織とか組織に入るのが嫌な一匹狼の人間なので、もうポートフォリオワーカーになって、この心の自由と時間の自由、お金の自由とかを手に入れると、もう本当組織に戻れないんですけれども、そんなことで、じゃあなぜ私にこういう教授職のオファーが来るかとかっていうと、やっぱり女性であり東洋人、日本人っていう白人じゃないダブルハンデですね。だけれどそれでも来るっていうのは、やっぱり以前の日本人の人々が良い行いをしたおかげで、私はそれにただ乗りをしているわけです。ですので、多くの皆さんは、いや、まだ一遍ぐらい大学教授とかいいですよとか言ってくださった方あるんですが、私の答えはノーなんです。なぜかというと、私のミッションは、私が過去これまでに海外住んでいて、この恩恵を受けたにも知らない過去の日本人の方々への恩送りなんですよ。恩返しはもうその人たち多分亡くなっているわけですね。だから恩送りということで、今こうやって見てくださっている日本にいらっしゃる皆さんのために何かやりたい。そしてまたこれをすることによって、後で私みたいに16歳とかで海外に出てくる若い子どもたちが、その国で、あ、日本人だねっていうことで大切にしてもらえるように、こうやって私はまたアメリカの学生たちのためのスカラシップ作ったり、やっぱり恩送りっていうことが大事なんですけど、何を言いたいかっていうと、今皆さんが外出自粛で家から出れない、で、なんか文句言ってパチンコ屋に行く人とかいるんですけれども、そうじゃなくって、今私たちのこの存在そのものが、昔死んでいった人々の夢であり希望なんです。だから今私たちは何かプラスのことをやると、そういう亡くなった人々がものすごく応援してくれるんですね。
で、私はそれを自分自身証明しています。やっぱり16歳からもう本当に右も左もわからないアメリカにやってきて、犯罪にも染まらず、まともにこうやってやってきて、まあ、おかげさまで一般アメリカ市民よりは富裕層になっていい暮らしをさせてもらって、またこうやって恩送りができる身分になった。これはやっぱり何と言っても私一人の努力じゃなくって、今までの日本の人々が海外で、あ、日本人っていいんだよ、日本人って真面目なんだよ、日本人って絶対物を盗まない、本当にそうなんですね。あるアメリカ人なんかはああいう奉仕団体、ライオンズクラブとかロータリークラブとか入ってらして、毎年世界から、まあ、留学生、高校生を1年間アメリカに体験留学させてあげるためのボランティアでホームステイさせてるんですね。で、彼も言うんですよ。その国の名前を出すとまたあれですけど、どこどこの国の子はね、物を盗むんだよ。で、どこどこの国の子は嘘つく。だけど日本人の子はすごいよねって、真面目だし、もう一生懸命頑張るし、時々すき焼きとか作ってくれるとかね。もう本当にこんな感じで、皆さんの行い一つ一つがやっぱり日本人ですごいよね、国民性が高いよね、品格のある人種だよねって思われる、ここなんですね。ですからそういった意味で皆さん今不便な思いをなさってるかもしれませんが、例えばああやって戦争中に亡くなっていった若い人たちの、私たちは夢と希望のもう夢の世界に住んでるわけですから、今私たちが何ができるか、世界とかに何の恩送りができるかを考えてみてください。そうすればあなたの人生大逆転プラスになります。あともう一つ、その今全員が自宅待機っていうか、アメリカはもう法律で今無駄に不急不要で出ると罰金10万円とかの、そういう時代ですからね。何がいいかっていうと、みんな家にいるんですよ。で、みんなまあオフィスで働けなくて、もちろん自宅で働いてる人もいるんですけど、結構時間がある。だから昨日のフェイスブックで書きましたけど、ある方と知り合ったんですね。ある男性にアドバイザーになってもらって、このズームとかを使って1対1で相談に乗ってもらった。で、後でたまたま彼がやっぱり Google とかでも私のメールアドレスとかが分かると、 Facebook からこの人知り合いかもなんてこう白々しく来るんですけど、そしたら彼が来てたんですね。で、まあ彼のクリックして、彼がどんな経歴の方かと思ってたんですよ。そしたらなんと書きましたけど、コロンビア大学で MBA 取って、その後まあ大手、世界的なビッグファイブとか言われる大手会計事務所の両方ともマネージングディレクターまで行ってた。それでまあこのロサンゼルスでもやっぱりお金持ちの地区ですよね、そこに住んでいる。で、彼がどこにチェックインしたかっていうと、やっぱりロールス・ロイスの ディーラーさんだった。私なんかはメルセデス・ベンツですけど、彼ロールス・ロイス行ってたんだみたいな。だから、あ、こんな人と知り合った。それで誰でも家にいるわけで、だからこうやって彼とあることで相談をしていたら、でその質問で彼も答えれなかった。まあ、彼は現役の公認会計士じゃなかったから、私の質問に答えられなかったら、パッと携帯取り出して、その彼がマネージングディレクターの大手第5ビッグファイブと言われるところのピピピと電話して、その CPA の方と3人でまたズーム会議ができる、これですね。それから今日は今日で、また今度別の有能な弁護士さんとつながったんですよ。で、この弁護士さんもこうやって1対1で、私が質問があったので契約書のことで弁護士さんに聞いていた。そうすると彼がなんと沖縄のなんか古典武道っていうんですかね、なんかありますよね、それの6段だとかなんかいう話になって、やっぱりほら私は名前がグレース・ホーですけど、その夫が華僑なのでホーという名字作ってますけど、やっぱりね、アクセントがありますから、あ、これ日本語、この子日本語っていうことすぐ分かって、あ、グレスさんって向こうも言うわけですよ。で、私も、あ、何々さんとかってやっちゃって、で、その彼が、僕は6段とかなんか言うんですね。ほんで、
で、それ聞いたら、その沖縄でっていうことで、私も沖縄には行ったことがあるから、それでまた話がわーっと盛り上がる。で、その時もなんですよ。だから彼は沖縄のブドウが好きで、この6段もやっている。だけど、もしどうです？きっと6段になる人っていうのは沖縄にも行ったことがあるだろうし、もちろん日本にも行ったことがあると思うんですね。で、その彼がたまたま行った時、例えば泊まったホテルの人だったり、どっかその JR の駅で切符を買おうと思って、切符の買い方がわからないからたまたま聞いた人だったりとか、その沖縄で武道を学んだそこの、師匠とかね、そういった方が例えば意地悪だったりしたらどうです？あ、もう日本人嫌い、日本大嫌いとかって思いますよね。ちょうど今私たちが武漢肺炎で大迷惑を被ってるから、やっぱりどこどこ嫌いとか思うのと同じですよね。だけど、それがその彼が、この弁護士がたまたまこうやって触れ合った日本人の方が、みんな親切に彼に接したから、私が、全くの他人の私が来ても、ああ、グレースさん、はーいっていう感じで、ああ、じゃあこの契約書、ここをこうして、こうして、こうしてとかってやってくれるわけです。ですから、皆さん、最初の話に戻りますが、皆さんは昔死んでいった日本人の、それこそ夢と希望の世界ですよ。ああいう坂本龍馬とかが憧れながら死んでいった、この民主主義の、この自由主義の日本にいるわけですよね。で、こうやって今、武漢肺炎パンデミックで苦しんでますが、こういった時こそ、ぜひ皆さん、変な政党とか、変な政治家とか、もうくだらないイチャモンばっかりつけて、足ばっかり引っ張って、自分たち桜とか言ってたくせにね、ああいった人たちの名前よーく覚えておいて、あとハニートラップかなんか知りませんけど、このね、ああいう武漢の国にいっぱい防護服を寄付しろとか命令してる人たち、ああいう人の名前をよくよく覚えておいて、次回の選挙で絶対あんな人たち国会に送ってはいけません。それが唯一、私たちが昔死んでいった人々に良い日本を作るお手伝いができる一つですね。あとは恩送り、誰にでも親切に、小さな親切運動、これからもやりましょう。じゃあまた次回、この皆さんの気持ちをプラスにする方法シリーズで行います。今日はどうもありがとうございました。失礼します。